はい、よろしくお願いしますえ。今回は小学校3年生の算数の第3回ですね。タイトルが初めての割り算ということで割り算が初めて登場してきます。で、今回ポイントも含めて全部で11問あります。で、今回この11番の鬼マークのところちょっと余計なこといっぱい喋ります。 だから、もしかしたらね、今回の授業動画長くなってるかもしれないんですが、10番まではサクッと終わりますので、そこまででもいいからね、ぜひ聞いてみてください。なので、この時点で、このね、出てる問題解けそうっていう方は、ぜひ動画止めてチャレンジしてもらって、割り算が初めてだったりとか、まだ自信ないよっていう方は、このまま説明聞いてみてください。では、早速始めていきましょう。で、まずポイントにあるように、これ12、12割る3って言います。足し算のマークは足しだし、 引き、掛け。で、割り算がこのマーク。で、この割り算のマークを使う計算を割り算と言います。で、どういう時に使うかっていうと、ものをほにゃらするときによく使います。まあ、これだけじゃないんだけどね。で、どういう時かっていうと、ものを分けるときに使うんです。例えば、この 12÷3 だったら、12個のチョコがありますって。ね、チョコ。 ちょっと書きますね。粒にしますけど、許して。2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12と。12個チョコです。許して。麦チョコ。12個チョコがあって、これを3人で分けますよって。3人で分ける。じゃ、その時、1人何個かなって。そういうのが割り算です。分ける時にね。で、ちなみにこれはですね、ぐるっ、4個。4個。 4個って分けるとみんな4個ずつできれいに分けられるね。だから1 2る3の答えは4になります。で、ちなみに今割り算のマーク書くときにこうやって書きました。横棒ちょんちょんって。 書いたんですけど、なんかね、これが正しい書き順らしいんですが、今頑張って書いたんだけど、実はね、私昔から割り算のマーク、上、横、下って書き続けてきちゃったので、多分そうやって書いちゃいます、これからも。だからもしかしたらね、みんなの学校の先生が書き順ちゃんと覚えろよっていう先生だとしたら、あれ配置書き順違うってなるかもしれないんですけど、ごめんなさい。そこだけ許してください。あの、頑張って、直すにはするんだけど、多分癖が出ます。 いいかな別にいいかなと思ってるんだけどね。で、まあ、まあ書き方、書き方としては、一応、横、上、上。で、結構ね、ここね、ぐるぐるぐるって頑張って書く子もいるんだけど、結構ね、これぐるぐるがめんどくさくなっちゃうので、横、鉛筆で、ちょんちょんってなればいいかなと思ってます。まあ、あの、学校の先生がね、細かく、こう書くんだよっていう人だったら、それに従ってください。 で、問題解くときっていうのは、ほにゃららの数、括弧割る数って書きましたが、そこの区区を使います。で、これ覚え方としては、右の数っていう覚え方をしてください。例えば、12÷3 だったら、右の数ってこっち、右ね。まあ4書くすよ。左と右だったらこっちです。で、この割るの後ろにいる右の数のことを割る数と言います。ちなみに、こっちは割られる数です。 掛け算の時と一緒です。左側はかけられる数だし、右の数がかける数だよね。だから割る数。で、この子が主役だと思ってください。割り算は。で、前回の授業動画もそうだったけど、2年生の時にやったクク。これね、ククがもう自信があるよって、大丈夫いけるよっていう方は、割り算全く怖くないです。すぐ終わるよ。すぐ終わる。いける。 いいか、だからまた、区区ね、ちょっと自信ない方は、一回区区をちょっと確認してからやると、割り算ね、難しくないいけるっていう自信がつきますので、ちょっと区区を確認してからぜひやってみてください。で、どうやっていくかっていうと、いきます。練習ね。6割る2から行くんですが、主役は右の数、ここです。つまり、2の段を使います。2の段。 で、2の段を、まあ、21が2、2二が4って言っていくじゃないですか。その中で、答えが6になるのって何かなって考えるんです。2の段。21が2、2二が4。23が6。来ましたね。6が来ました。だから答え3なんです。2×3 だから。2×3 が6っていう感じ。で、このままいくと交互に行きましょう、色ね。 主役は右で3。3の段です。3の段で答えが18になるのは、3、5、15、サブ、6、18だよね。だから6。どんどんいくよ。5の段が主役です。5、1が5、5、20、5、3、15、5、4、20。どんどんいきます。で、ちなみに、みんな1の段から9の段までやったと思うんですけど、 何の段が嫌いってありますかもともと僕、あ、僕、僕、私、塾でね、あの、先生やってたんですけど、やっぱね、6の段、7の段、8の段がね、結構嫌われがち。まあ、苦手な子が多いとこなんです。だから、ミスが出やすいんで、ちょっと気をつけましょう。7の段、いきます。では、ま、最初からいこうか。7、1が、7。7、2、14。7、3、21。7、4、28。7、5、35。7、6、4、12ね。いい ?7、6、4、十2です。だから、答えは、 6になりますで9の段、まあ、81ってね九九の中で1個しかないからね九九81だから9が答えですでここ7ね主役が7だからよし7の段考えようっていうふうに考えてもいいんだけど7る7みたいなつまり7個のチョコを7人で分けるもうみんなイメージできるよねえみんな一個ずつじゃないって話じゃんだから答え,答え1ね もちろん7の段もさ、7×1、71が7ってできるんだけど、えっと、割られる数と割る数が同じ時、これはどんなに大きい数でもそう。例えば100、100÷100 とかなっても1だし、もっと大きいのいく ?2 万割る2万。これも1です。つまり、割られる数と割る数が同じだったら1になるよって。これは覚えておくといいです。 じゃあ戻りましょう。56×8。来ました。8の段。じゃあ8、8四40がいくうか。8号、40。8、6、40、8、8、ごめん。<laughs> 8、四4、8、4抜いちゃった。8、7、56だね。つまり、8、7だから答えは7になります。で、次の特徴はこれだね。えー、右が主役だから5は主役だって思うんだけど、ちょっとその前にね、この子に気づいてほしい。えー、割られる。 数に0が来ました。そしたら、ねえー、割られる数に0が来たら、これ答えは0になります。まあこれ掛け算の時と一緒だよね。パーツに0が来たら0になるよって。ただちなみに、割る数、つまり主役です。主役の方に0が来ることはありません。 ないんです。割り算はこっちにしか来ないんですけど、まあ、あこっちに0が来ることはないので、え、掛け算にしても、割り算にしても、パーツに0が入ったら答えは0だよねっていう覚え方でそれで OK です。いいかなさあ、わーボスね、やっていきま、ボスじゃないわ、は鬼マークやってきました。で、この 80÷4 は考え方いろいろとあるんですが、私は掛け算でやった0くん待ってねを使わせてもらいます。つまり、この0くん、ちょっと×つけるよ。 一回待っててって、ごめん後で後で呼ぶからって、待っててくれます。そうすると、8割る4に変わりましたよね。さあ、8割る4っていうことは、主役はこっち、4の段で考えます。C1 が四、C2 が8ですね。C2 が8なので、答えは2です。で、0くん待っててもらいましたので、0くんをつけて、答えは20と、こういうふうにやっていきます。 ただですね、ここでね、あの動画長くなるよ、いっぱい喋るよって話したのは、掛け算の時と違くて、ちょっとね、こういう時。あ、これもっと鬼マーク問題だから、本当にあの、頭の片隅でね、あ、そんなもあるんだって思って、80÷40。これ、ちょっとこっちにも書こうかな。掛け算でさ、80×40 みたいな説明ちょっとしましたね、鬼マークの時に。この時、掛け算の時は、0ロ君、二人とも待っててくれって言って、8、4、 32ってやって0くん2人待ってもらったから0くん2人つけて3200で OK! ってなったんですけどこういう感じで割る方にも割られる方にも0くんが入ってる時は待ってねは使わないんです何使うかっていうとダブル切り使いますバサッてこの2人同じ×なんですけど切りますつまりいなくなるのと同じになりますいなくなっちゃうんです。 なので80、80÷40 っていうのは、8÷4 と同じと考えて、8÷4 って2だったよね。だから、2が答えになりますよって。で、もちろんこれはね、これからみんな今割り算、スタートで始めたんだけども、そのうち余りがある割り算とか出てくるんです。答え書いた後に余りも出てくる。つまり、チョコが13個で分けようと思ったら、1つ余っちゃうんだよね。そういう、あ、1個余りますよね、みたいなのも出てくる。 で、そういった時には、このね、ダブル切りとか、待ってねーもも、ちょっとね、使い方が変わってきちゃう。だけども、今ね、スタートでやって、みんながらね、割り算を始めた段階だったら、この時は、ゼロくん待ってねえが使えます。だし、ここはほんと、覚えなくてもいいけど、両方に出てきたら、一つずつだったら、一つずつゼロをダブル切りで、二つ切っちゃう。っていう風にやると、問題を答える、求められるね、ことができますので、ぜひこんな感じで覚えておいてください。 はい、という感じで、感じゃった。はい、という感じで、今回ね、割り算のスタートをやらせていただきました。まだね、割り算続いていきますので、ぜひね、次回の動画も見てもらえたらと思います。はい、ということで、今回の授業は以上でございます。また次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、またねバイバイお疲れ様でした